皆さんこんばんは。今日も夜がやってまいりました。というわけで今日も古民家で晩酌、早速始めていきたいと思います。まずはいつものようにこれから、はい、今日の1本目はこれ、札幌冬物語ですね。では早速いただきましょう。そしていつものように健康第一ジョッキについていきます。はい、こんな感じです。まあまあいい感じに入りましたね。では行きましょう。全国の皆さんご一緒に乾杯しましょう。行きます。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。うまい。ああ、めっちゃ喉乾いてたんで、めっちゃうまい。そんな感じです。はい。そして今日の一品目はこれ。ちょっと贅沢ですね。これ何かっていうと、生本マグロの大トロ、中トロ。素晴らしいやつですね。これ絶対うまいよね。生本マグロやからね。では早速いただきましょう。はい、では大トロの方からいただきますよ。まあ大トロがね、これ6切れあって、中トロ2切れ。なんか普通と逆やね。まあようわからんけど、とにかく大トロいただきますよ。そして今日のわさびはこれ、亀屋さんの荒おろしわさび。もちろん静岡県産ですよ。これはね、今日封切りですよ。なんで今日封切りかっていうと、まあ同じく亀屋さんの本わさびやったんやけど、なんかね、嫁さんがどっかに紛失したみたいでね、それで新しいやつを封切りさせていただきましたよ。まあ封切り直後なんでちょっと馴染んでない感じやけど、これね、荒おろしやからうまいよ。お、大トロちょっとやばそうやね。ではいただきますよ。はい、では大トロ、ちょっと危ないよ、切れかかってるよ。ではいただきますよ。うん、脂乗ってて。うまい。ビールに合う。はい、さらにいただきますよ。今度は中トロいただこう。俺前にも言ったと思うけど、大トロよりか中トロの方が好きやからね。大トロはちょっと脂乗りすぎっていう感じやけど、今日の大トロはちょうどいいぐらいの脂の乗り方やね。はい、俺の大好きな中トロいただきます。本マグロの生本マグロやから絶対うまいね。はい、うん、やっぱり間違え Nothing、 ビールが進むくん。そんな感じです。はい、さらに大トロいただきますよ。
絶対うまいよ、最高やね。うんうん、うますぎて1本目終了、そんな感じです。はい、2本目はいつもの本麒麟いただきます。そしていつものように YouTube ジョッキについでいきます。はい、チャンネル登録お願いします。してくれるとめっちゃ嬉しいです。では2本目本麒麟で乾杯。はい、やっぱりうまい。はい、そして次はこれ、冒頭名人が焼くとこ見ていただきましたように、今日もポークソテーですよ。これも美味しいからね。ただね、今日はちょっといつもと違う食べ方しようかなと思ってます。まあ違うって、いつもはねこのまんまかぶりついて食べるだけなんやけど、今日はねちょっとあるものかけて食べていこうかなと思ってますよ。何をかけるかっていうとこれです。はい、かけるのはこれ、まあ醤油ですねいつも使ってる我が家の醤油かけていきたいと思います。前にも言ったと思いますけど、あの牛肉はね、牛肉のステーキは醤油かけることは今まで結構あったんですけど、豚肉はね多分初めてかもしれない。まあ牛肉で美味しいから豚肉をちょっと試してみたいなって思ってかけますよ。はい、はい、こんな感じですね。では早速いただきましょう。はい、醤油をかけてもやっぱりかぶりついていただきますよ。これ絶対うまいと俺は思ってる。いただきます。うんうん、醤油もうまい、そんな感じです。ビールにも合う。やっぱり豚も牛もステーキには醤油が合う。はい、さらにいただきますよ。でね、あのステーキに俺が醤油かけ始めたのは実はかれこれ30年ほど前なんで、かっていうと俺が30年ぐらい前にたまに行ってたステーキハウスがあるのよ。東京の馬喰町やったか、浅草橋か、まああの辺りです。であの辺りにあったステーキハウスのまあ店長が醤油かけてもうまいですよ、おすすめですよって言ってくれたんで、かけて食べたらうまかって、それ以来、まあ、たまに醤油かけてステーキ食べるっていうことです。はい、まあ、俺がね名人と結婚する前の話ですね、うん、はい、いただきます。うん、うん、
もちろんそのステーキハウスには名人も行きましたよ、結婚する前にね。うまかった。あの店どうなったんやろね。俺ももう30年近く行ってないからね。俺がまだ東京で働いてた時のお話です。もっと前はね、俺横浜の馬車道のローストビーフの店、まあなんかちょっとおしゃれな感じで電車オタク系のなんかローストビーフのうまい店があったんやけど、そこも好きやったね。まあ今日のステーキの話とは別の話です。まあ俺関東におる時ね、結構うまい店行ってたね。だから俺ステーキにはうるさいよ。まあ、うるさいって何でも食べれたらいい感じやけどね。まあとにかくステーキはいつもかぶりつきます。まあそれが俺流、そんな感じです。ああ今日は刺身もうまいし、本当ポークソテーもうまい、そんな感じやけど、猿吉くん今日は何飲んでんの？なんかすごいいいビール飲んでるみたいやけど、それどうしたの？はい、猿吉です。やーちんさん、これはですね、キリンのラガービールですよ。これどうしたかっていうと、もちろんそこのおばちゃまにもらいました。なんでかっていうと、今日ねおばちゃまめっちゃご機嫌なんです。なんでかっていうと、今日と明日と連休なんでね、昨日からめっちゃウキウキしてなんか気持ち悪い。本当にやばいぐらい気持ち悪いけど、そこはサルちゃん黙ってご機嫌取りしましたよ。今日も松高子にヘアスタイル似てるねって言ったり、なんか目ん玉の黒目だけなんか似てるね、宝塚出身の何やったっけ、おばはんって。はい、今ちょっと中断したのはね、ど忘れして確認したら何やったかなっておばはんに聞いたら、おばはんが自ら言いましたよ。天海祐希ですかって。はい、まあそう言おうと思ってたんやけど、なんか目ん玉の黒目だけ天海祐希に似てるっていうのを自覚してるみたいやね。っていうかアピールしてる、サルちゃんに言えって言ってる、そんな感じの、なんか今日はやばい感じの天海祐希にのおばはんですよ。そんな感じですけど、今日はね、ラガービールもらえて嬉しかったです。以上、サルちゃんそうやったよね。まあビールもらえてよかったね、ラガービール。ただ裏話全部今喋ったから、でね、しかも天海祐希に似てるって自ら言ってるとか言ったから、きっとこの後ボロ雑巾になるよ。まあそれだけ覚悟して飲んだらいいと思います。俺はそのことについては何にも言いません。そんな感じです。はい、そして次はこれ、もずく酢ですよ。今日のもずく酢はいつもの三杯酢とは違います。まあ色違うなと俺も思ったけど、
一応名人に確認したらこれ黒酢らしいです。黒酢のもずく酢いただきます。はい、では黒酢のもずく酢いただきます。これうまいと思うよ。まあもずく酢俺めっちゃ好きな方、そんな感じやからいただきます。うん、黒酢もうまいね。あっという間に完食です。ビールにも合う、そんな感じやけど、サルちゃんがいなくなりました。なんでやろう、なんでやろう、久しぶりになんか胸がドキドキしてきた。ちょっと探してみようかな。はい、ではちょっと探してみましょう。あれ、あれはサルちゃんが持ってたキリンラガービールの缶やけど、なんか転がってる。怖い、なんか怖い、何かが、あ、なんか、あれ、あれ、あ、雑巾か、ボロ雑巾が転がってる。なんやろこれ、なんでこんなとこにボロ雑巾があるんやろ。あれ、このボロ雑巾顔ついてるで、なんかサルちゃん顔してる。いやー、これはボロ雑巾やね、どう見ても。でもサルちゃんにえらい似てるね。まあでも雑巾やね。そんな感じで今日は何にも言いません。まあこの辺でこれについてはもう言いません。そんな感じです。なんか怖いもの見た後のビールはなぜかうまいね。そんな感じやけど、ふと時計を見るともうちょっとやばい時間入ってるんで、さっさと終わらないとやばいよ。俺ボロ雑巾にまだなりたくないからね。そんな感じでとりあえず紹介しときます。何をって、いつものように野菜ジュースあります。そして R1 もあります。それだけ言ったら今日も見てくれてありがとう。コメントとグッドボタンはお願いします。そこまで言ったら今日はここまで。残念無念、また次回も見てね。やらびくー。